スペイン最小、メンディサバル英代所有財産解放令は、18世紀後半から20世紀初頭に、かけ、幾度か出された、スペインの法令の名前。最も有名なのは1835年から1837年に、かけ、スペイン首相、フワン・アルバレス・メンディサバルが出した法令で、メンディサバル法の別称で知られる。他の国でも、同様の現象が起きた。 メンディサバル以前にもカルロス3世、カルロス4世時代にイエズス会の財産没収が行われた。ホセ1世もフランス軍の経費接種目的で教会財産没収を行った。公共の土地、英体所有されてきた非生産的な土地を没収し、競売にかけた。法令の目的は国府を増やし、新興ブルジョアや中産階級、そして、 農民の土地所有を進めることだった。また、公的債務の解消を模索していた国庫にとって願ってもないことだった。富裕層は土地所有を促進する立法を支持した。カルリスタ戦争の中にあった自由主義派の政府にとって保守的なカルリスタを支持する教会権力を削ぐ狙いもあった。最終的に数世紀にわたって所有されてきた。 スペイン国内の由緒ある修道院の多くが明け渡された。都市部においては、都市中心部に広大な土地を所有する教会や修道院が退去したことで、近代的な都市計画の推進が可能となった。ありがとうございます。